素直に本日の感想をちょっとまずはいただければなと思います。シルクさんからお願いします。はい、そうですね、スタートデッキを使ってっていうのは本当に初めの頃、僕がポケモンカード初めの頃にやった以来だったので、こうどんな感じで回せるかなとか楽しみでやってたんですけど、なんか相手の方も本当になんかこう初心者とは言ってたんですけど、そんなことはないぐらい上手だったんで、なんかやってて勝手に白熱してしまってそうですね、すごい楽しかったのと、なんかこうスタートデッキをその構築された状態からまたなんかカード足したらどういう遊びができるんだろうかなっていろいろ考えてて、素直に楽しかったです。僕が今日一緒に対戦してくださった女性の方が初めて多分ポケモンカードで遊ばれた方だったんですけれども、結局バトルが終わらなくて結構時間いっぱいこうやってたんですけど、ほぼボコボコの状態でしてそのなんて言うんでしょう、ポケカの魅力というか、初めてでもうまくこう考えながらやれれば逆転できたりとかできる一面を多分彼女は覚えて帰っていったので、本当に何でしょう、かけがえのない時間というか、ポケカの楽しさと面白さを味わって帰ったんだなと思って、それは良かったんですけど、僕は素直に悔しかったです僕結構ポケモンカードって普段からかなり遊んでる方で、やっぱり長くやっていくとやっぱ大会でいい成績出したいとかそういうので、もう勝ちっていうものがどちらかというとメインになってるんですけど、僕って今なんですけど、やっぱこういう初めてこれからポケモンカードやるよ、または EX スタートデッキでやるよっていうのって、あ、こんなカードもあるんだとか、もう本当にカードとしての楽しさっていうんですかね、勝ち負けじゃない楽しさっていうのをもう本当に思い出したというか、すごい自分もカードのプレイヤーとしてなんかリフレッシュできて、なおかつ楽しくてっていうので、すっごいなんか充実したイベントでした。そうですね、なんかこうポケカをみんなでやってるよって場所に行ったりとかも、まあ、したりとかで、僕のそれこそまあスタッフとかも、ポケモンカードをやってるの でそこでこうみんなでやったりはあるんですけど、何よりまあ今はもう結婚したので、まあ、夫婦 そうです、ね、奥さんもちゃんとやってるので、一緒にこうなんか時間を作ってちょっとやるかみたいな話、毎朝やってた時もありましたね毎朝脳を動かそうって言って朝8時半ぐらいに起きて一戦してから仕事行くみたいなことをやってましたね。勝ち負けで喧嘩になったりしないの、はい、もうね、途中の頃からちょっとありましたねありましたありましたちょっと考えすぎだねみたいな兆候だねとか言ってありましたけど、でももうそこからそういうのはなくなって、はい、やんわりプレイしてます。うわ、なんかポケカ専門にされてる方もいるから、ね、そうなんですよね、うわ、むずっ、ウーム所属の中でってことですかいや、超むずいっすね。わかりやすい、星新が含めて考えてください。いや、だとしても難しくないですか。僕は僕だって言ってるんですいや、でも本当もう誰だろう。でもまあ確かに経験豊富な人で言うと確かに、まあ、タナツさんとか、タナツ一番長いんですね、うん、けどなぁ、かなり経験とかのラインになってくるんじゃないですか、それこそ。どうなんだろう、でもいっぱいみんなやってますからね。すごい、みんなやってるんですよ。本当にみんなやってるから、うん、やってない人の方が少ないみたいな、うん、ですね、ですね。でも誰なんだ、めっちゃむずいっすね、最強を決めるって。最強むずいですね。カードじゃな、カード専門じゃないとしたら、うん、でもポケモンのゲームの実況者のライバロリー、あー確かに、はかなり強いですね、うん、僕は勝てないなってずっと思ってるんで、うん、ユンちゃん待て待て、まあ確かに結構頭切れる方だけど、切れそう、確かに強いですけど、朝練してるし、朝練してるぐらい強いですね、うん、確かに。人々は絞れない感じ、絞れない、やっぱさっき言ったその運の要素もあるからじゃないですかね、うん、それが良さ、最強が決まらないのも良さなのかもしれない、ね、大会開いちゃいます、あ、確かに、はい、それをすればいいんだ、 YouTuber ポケモン、確かに その年の上手い人を決めるみたいな、はい、そうですね、あ、それいいっすね。で、専門家はダメ、専門家はダメ、専門家はダメにしてじゃあ温度取ってくださいお願いしますそうですね、
多分初めての参加とかも全然あると思うし、すごくね緊張してると思うんですけど、まあ、やっぱりこう勝ち勝ちにこだわっていくのもまあいいと思うんですけど、やっぱりこの楽しみながらっていうことを忘れずに、自分らしく自分の好きなポケモンで戦っていくっていうのを、まあ、デッキを見つめてこのポケモンで戦っていきたいなっていうのを決めて、こう自分の思い通りにプレイを、してもらえたらいいかなと思います。あんまりこう妨害の札っていうのが少ないんで、自分の思い通りにこうプレイして、それで負けたらそれも気持ちいいと思うんで、自分の 100% 出せるように頑張ってください。はい、そうですね、今までポケモンカードを遊ばれてた方も初めて触る方もいらっしゃると思うんですけれども、まあこう同じラインというか同じスタートデッキという決められたカードの中で戦うので、初めての人でもきっと勝てるチャンスがあると思います。はい、ぜひこう青春の1ページといいますか、頑張ってみんなで話し合って、3人で戦うのでみんなで話し合って素敵な思い出作りになればいいと思いますし、あわよくば優勝を目指して頑張ってください。妨害は少ないんですけども、悪デッキはちょっと妨害があるので、あれは厄介でしたね。おすすめです、使ってください。クラッシュハンマーやめてください。クラッシュハンマーとスターダの下パン、はい、やめてください。あれやっぱなんといってもチーム戦っていうのが醍醐味だなって思ってて、やっぱ学校の友達とかってたまたまその学校に集まった人たちで友達作るけど、今回ポケモンカードって同じ趣味を持った人たちが集まってチーム作ってるんで、ね、そんな素晴らしいことはないじゃないですか。なんでね、そのましてやというかで中学生高校生っていうので、学生でいい青春の思い出にぴったりなものだと思うんで、勝つのはね実は優勝だと一人だけになっちゃうんですけど、一チームだけになっちゃうんですけど、負けてもいい思い出になるものだとは思ってるんで、はい、頑張ってほしいです。やばい、非常に
220ダメージという技、はい、を打つ準備が完全に整っている状況でして、心底穏やかではありません。穏やかじゃないですよね。引き続きあの苦しい大会続くと思いますけど、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。では続いてシルクロードさん、はい、はい、どうですか対戦の状況は。2戦目に入っておりますので、ね、はい、2戦目で、今最後2枚僕が取れている状態で陰性でございます。はい、1戦目の結果どうだったんですか。あ、すみません、やりすぎです。いやでもあのちょうど金切れになっちゃって、相手が、はい、なかなか今運持ってます。運持ってます。はい、ダブルウェッでは続いて、田中さん、はい、はい、対戦状況どうですか。今、サイドを1枚ずつ取ってて、お互いの場にあのパッケージの EX ポケモンが並んで、はいはいはい、めちゃめちゃいい勝負になってます。おお、いや、だからそういうのを待ってたんですよ。だからね、盛り上げないと。そうですよね、はい、それが大事。引き続き、熱いバトルよろしくお願いします。